皆さんこんにちは、高橋明です。今回はマイク・ウェアのスイングを見てみたいと思います。これはマスターズの16番ホールですね。ショートアイアンなんですけれども、彼は2003年にマスターズで優勝しています。通算10勝以上挙げてるんですけれども、彼の特徴は175センチですね。白人にしては小柄です。カナダの人なんですけれども、非常に特徴のあるスイングをします。テイクバック見てみます。多少インサイドに引いてるんですけれども、グリップもですね、スクエアです。内側に引いてからここがトップなんですけれども、ここでちょっと、軌道を変えてるんですね。インサイドに引いといて、スクエアに、下ろしてくるという、2つの軌道を持ってます。そしてインパクトも一旦下へ下ろしてから回転させるというですね、やはりクラシックのスイングに近い打ち方をしています。腰もよく回転していますね。完全に綺麗に開いています。綺麗なインパクトで大きなフォローで縦軌道に変わってるんですね。ダウンスイングとフォローの軌道がまた違ってます。で、ハイフィニッシュですね。非常に綺麗なスイングです。以上です。